さ、まさるくんさ、恋愛したことないんだよね。いや、ないわけではない。え、なになに、聞かせて聞かせて聞かせて。なになに、ないよ、ない。あ、アミヤ先輩も来てるよ、アミヤも。あ、まあまあ、おねしょたと聞いてきる。別におねしょたしてるわけじゃないけど。さっきまでずっと俺が勝ってたんだからね、アマは。どういう恋愛したの？幼稚園の時にちょっと気になってた女の子がいたんだけど、うん、え、どういうところで気になったの？賢かった。あ、なんか幼稚園ってさ、みんなパパラパーじゃん。だけどなんかその中でもちょっと大人っぽいというか、なんか、まあ、シンプル可愛いし、はい、ちょっと俺のこと好きっていう噂があって、いや、同い年同い年、うん、だけど小学校が隣の区で隣の小学校で別々になっちゃってたんですよ。はいはい。で、まあ会えないなと思ってたんだけど、うん、その小5で通い始めた塾で再会をして、うわ、あら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 、すごい頭いい子だったから、塾ってその頭いいとさ、前の方の席に成績順で並べられるから、はい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 、だいたいその子トップの席に立ってて、うん、あー、本当に知的だったんだ。そう、でもうその子の近くの席に行きたかったから勉強を頑張ったんだけど、うわ、だけど、うん、その子中学受験ですげえ遠い中学行っちゃうってことが分かって、はい、でもなんか、ま、このまんまよりはちょっと気持ち伝えてから終わろうって思って、伝えたんだ。小6の時に伝えたら、うん、両思いだったけど、でもまあお互いの道行こうねってバイバイをしたっていう、ええ、ね、ちょっとさ、その時のさ、伝えた時のさ、再現してよ。いや、無理かわいいかわいい、それは質問じゃないじゃん。その時のさ、伝えた時、いや、どういう風に、なんて言って伝えたの？いや、ちょっと、時間あるって言って、まあ、塾終わった後に、まあ迎えの車とか待ってる時に駐車場で話したんですけど、リーッ、うい、勝つぞ、勝つのだ、ちょっと終わらせるのだ。駐車場でなんて話したのかな。いや、もうあの、ずっとまあズボー、はい、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう、ダメ、ズボーじゃダメ。あ、これ、あ、自動ホール切ってけばよかった。え、終わり、あれです。はあ、終わった。なんで長いトンプー戦だったんだ。はあ、自動ホール切っとけばよかった。そっか、俺が勝っても終わらんかったんだ。そう、勝ってくれてありがとう、まこちゃん、ありがとう、終わらせてくれて。いや、でも次の時にちょっと続き行こう。次の時に、え、ねえ、あのさ、このアマメが言ってるさ、おねしょたの逆転ってなんなん、うん。